はい。聖太郎の海賊ラジオオン YouTube 船長の大野聖太郎ですえ。今日はサッカー界のレジェンドの二人をこの船にご乗船いただきました。まず、日本サッカー協会で会長を務められて、J リーグでは専務理事。なおかつ、多分この YouTube では、いや、うちの社長だよと、サポーターが声高々に犬飼いさんをお迎えしたのではないかと思います。ウラーレズの代表として、レッズを健全かつ、 自立したクラブに作り上げて、なおかつチームをリーグ優勝、さらに ACL 優勝に導いた犬飼元明さんです。犬飼さん、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。どうぞ。で、もう一人は、えー、こちらもレジェンドなんですよ。まず私が申し上げたいのは、メキシコオリンピックの銅メダリストです。メダリストですかね。ねえ、すごいんです。これはもうレジェンドの中のレジェンド。 で、日本サッカーリーグや天皇杯で数々の優勝を経験し、その後指導者としても、育成年代の監督から、川崎フロンターレ、サガントス、ふるさと栃木の栃木 SC という J リーグを舞台で監督、ゼネラルマネージャーを務められた松本伊藤さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくどうぞ。私は、あのー、お二人が少年の頃から、 顔なじみだったというのは全くわかりませんで、調べてみたら、育夫さんが1941年生まれ、そして犬飼さんが42年生まれ、で、松本育夫さんは栃木の宇都宮、で、犬飼さんは埼玉県の浦和ということで、これ、初めて出会ったっていうのは、いつ頃私が高校2年で、松本さんが3年生。ええ、そうですね。っていうのは、えええー、犬飼さんとこの監督がですね、 教育大学で、はいえー、日本代表にもちょっと顔出した方の福原先生、ええ、から私のとこの監督が1つした教育大学で,、ええはい、で、宇都宮高等学校が昭和25年、全国大会優勝した時のゴールキーパーで、教育大学のゴールキーパーですから、1>, <え>1つ違いの先輩後輩だったですから、ーゲームをですね、えええ、練習のゲームをやろうやろうということで、どちらが望んだか知りませんけども、はい、数多くやらせていただいて、ええ、そんなんで知り合った。どっちが強かったんですか 裏い,やいいとこ勝負僕はそんな勝ち負けよりも<え>お前は松本をマークするだけでいいっていうふく<え><の>先生に、うん、それがなんどういうことだったらもうそれだけでも他のことなんかとってもできなかったですそのぐらいの、うん、なんもう自転力差は大差ありましたねああ生窓さんそうだったんですか 西日本の桑田とサンバガラスとこう言われましてね、僕はサンバじゃなくてサンバカガラスかなってなると思でね、相変わらですね、そんなんで犬飼さんと知り合ったと。犬飼さんを松本さんは試合やったりですねしてるうち、どういうふうかそれよりもね高等学校の時はね、そんな印象はねお互いなかったと。総戦ライバル 松本には負けるな。早稲田には負けるな。松本さんが早稲田。はい。で、犬飼さんが慶応。はい。そうすると、大学時代の方が印象深いですか。いや、僕はね、もう高校の時に、こんな人が同じ高校生にいるんだと思って、とにかくもう、お前、ついて走れと。うん。それだけでいいと。うん。言われて、うん。試合中ずっと、もう、金魚のフうみたいについてはしなうん。 足がいででしょ大変だったすよ当時はねまだシステムとすればマンツーマンだったよねそうですねだから犬飼さんは松本責任持って守れということだったんでしょう監督さんがまあ守りきれるとは思ってないですけどねでもお二人とも高校の時にはまあ優秀選手として一年違いですからねその年代で だか犬飼さんも、もう2年の時から、日本協会の岡野俊一郎さんがずっと目をつけてて、3年の時にはアジアのユース大会に日本代表が入ってますから、僕がその一つ前の,あの年のアジアのユース大会に行ったということです、はい。は,いははあ、もうその時から2人のサッカーのレジェンド話がスタートしてるってことですね今になったら話ができると同じチームでやったことないから。 常にね、大学、実業団と、全部、実業団も、私は東洋工業、日本サッカーリーグが65年に始まってですね、片や犬飼さん、三菱ですから、もう大変ですよ、この優勝争いは、何回かやりました。だけど、1年目なんてのはひどいもんで、東洋工業はもういい選手いっぱいいたんですよ 三菱なんかあ全然サッカーやってたやつを集めろっていうぐらいそんなもんだったんですかそうなんですそれでその彼らのところへ人事課長が行ってサッカーやるかやらないか聞いて鬼がやるったらやれと鬼がやだったらだめこういうスタンスだったんですそれで人事課長が私のところにも来たんですサッカーやるかやらないかで課長のとこ行くわけですよ サッカー貸してくれって。<え>じゃ本人がいいって言えばいいですよっていうことで、私のところへ、君サッカーやらないかと、はい。来たんですよね。<え>おそしたら課長が、君サッカー1年やったら1年、4年やったら4年、同期より出世が遅れるからね。<laughs> それが三菱重工だったんですかそれが三菱重工だった。ああ<ー>、出世なんか。 ただでさえ遅れるんだからってねいい言い訳になるから「うん、さあサッカーをやらせやてください」っつって,って、ね「えー、そうか」っつってねそ、えー、でサッカーやらせてもらったでも伊藤<も>さんのは全然違うもんなあの三菱さんは慶応、えー、のルートがありまして、はい、先輩がずっとおりまして、えー、ですからね、えー、僕なんかが知ってるのは日本代表の監督になった二宮さんねそっからずっと毎年ですね慶応のね サッカー部の方は三菱入ってて犬飼さんは多分杉山と同期だよね会社入るのそれでガーンと強くなってきて私なんかもう三菱重工はサッカーの取材始めた時には王者でしたからねあ強かったかもね1970年ですから杉山横山あたりが森森をやてたねええで大学時代の はどうだったんですかその時はね実際リーグ戦ではね早稲田の方が強いんですけど早慶戦は別物で勝てない野球と同じですねはあはあって言っちゃいけませんけどもそれはすごいですねライバル意識が犬飼さんもやっぱり早稲田とやる時には特別な気持ちでキャプテンとして戦ってたんですかまあいつも特別な気持ちでやってますけどねだってあれですから 総形戦だけ3万人入ったんですよ。サッカーでサッカーで。当時のサッカーでね。3万はあ、すごいわ。それは選手踊りますが。そりゃそうですよ。意識しますよ。はいはい。そうなんですかそんなに入った時代があったんですかだから、美智子さんと天皇のね、お二人が婚約してね、あの、なんとかな記念で総形サッカー見に来たんですから。はあ。 じゃあ考えてみるとその時が大学サッカーの花の時代だったかわかりませんね。いやもうね僕らの時にはあのすべての大学のスポーツが花。神宮球場もそうだし、野球もね。だからまあサッカーはそれほどお客さん集められませんでした。でも三万入ったんでしょ。う一番総決戦だけね。えただもう野球がすごかった。そうですね。総決六連戦。六連戦なんてな。あ安藤ですね。はい。 そのぐらいのことは私は覚えてますが先輩たちの話は。で6年生の時に僕は高校3年だったんですよ。6年生ずっとやっててそれで慶応のキャプテンの十海さんっていうのが渋谷のバーのね2階から神宮に通ってたってわけですよ。で早稲田の安藤っていうピッチャーはもう必死になって合宿場から通って6連投かななんかしたって。 そういうアナウンサーが言ってるのを聞いて「あ俺慶応行こう」何せ <laughs> <laughs> 僕らはほら1年ですからね<っ>で学校休校ですが総家選は、はい、6日間休みですから<っ>今日も休みだぜって喜んでた。<laughs> <laughs> だからそういう花の六大学の、えー、話をしている頃の、えー、お二人にとってサッカーの ワールドカップっていうのは、どんな存在で、どういうふうに見ていらっしゃったんですかえっとねあの、まず日本人がワールドカップをです、ねえー、意識したっていうのは70年代からです、そうですね。ねうん、で、私がね、代表に入ってたとき、66年にイングランドの大会、はい、これ、ドイツとイングランドの決勝戦、うん、4対2でイングランドが勝ったんだけどもね、入ってなかったっ我々われわれはたまたまサッカーやってたから。 あの連れてってもらって見に行きましたけども、はい、国民にワールドカップってものの意識が出たのは<っ>多分アルゼンチンかな二宮さんが NHK の解説やってですね本格的にテレビの放映があってですねそれから少しずつ面白いってことになったんですね。ということはとても存在としては。 あのワールドカップっていうのがサッカー,ッカー日本人にとっては雲の上も上で全然もう関係ない、うん、そういうことなんでしょうね、うん、それとまだね、うん、日本の場合はオリンピックが全てだったから、はい、ああなるほどええ金の、ねはい もらってる選手が戦う世界一を決めるなんてことは全くですね、論外だったですよね、もうすべてがオリンピックの,の時代でしたから、じゃあ、メキシコのあのーうん、銅メダルの時にも、オリンピックが日本人にとっては大きな存在だから、はい、ワールドカップっていうについては、そんなに意識はないんです、ね、全くないですあ全くなかった、はい、っていうのはですね。 たまたま東京オリンピック64年、ええ、アルゼンチンに日本が3対2で勝ったら、ですね、はい、アルゼンチンから杉山と鎌本をですねうん、うん、買い手がついたんですよ。は<ー>で、まだその時は代理人なんかついてませんからね、ええ、当時の選手なんかには。だからサッカー協会に申し込みがあって、これで杉山と鎌本がですね7200万で来たんですよ、うんええ。それは岡野俊一郎さんが受けてた話を聞いてるから、もう嘘じゃありません。ええ、当時の万、はい 長嶋さんが3600万。はあ。倍。だけども、釜本と杉山は全くプロの世界に、今だったら多分ね少しはこの食事伸ばすかもしれませんけども、全く跳ねのけてさ、プロなんてのを知らないよって感じだったんだからね。海外で生活するっていうのもね、とても考えられなかったから、今、これだけのね、 若者たちがヨーロッパの舞台またおこんなところにこの選手がいるのかっていう世界中に散らばって、えー、世界の舞台で戦ってるなんてのはちょっと覚醒の感がありますねまず夢にも見なかったという感じだよね。そうですね考えられない、うんうん、ということはその今長島さんの話が出ましたけど、えー、長島さんや王さんにも、えー、メジャーリーグというものの存在は はるか遠くにあるもんだって感じていた。んでしょうね。で、当時のプロ野球好きな人、大先輩に話聞いても、長島はせいぜいメジャーに行くと 3A クラスだよなっていうような、うん、そんな感覚だから、今大谷翔平がブンブン投げてガンガン打ってますけど、それもまた覚醒の感がありますよね。すよね。まあ、日本人がアメリカの野球に歴史を刻むっていうんですから、数字で残せるわけだから。えーはいはい これはもう全然覚醒の差ですよそうですよね、うん、そういう中でいよいよまもなくカタールワールドカップ、うん、11月なんですがいよいよ間近に迫ってきたんですが、うんえー、まず犬飼いさんに今回のカタールワールドカップし、えー、ワクワクしてお待ちでしょうかそれはもうあれは特別の大会ですからね、はい、あの日本がどうだ韓国がどうだなんて言われるわけじゃないから。ええ サッカーはワクワクして見れるっていう、ええ、はいそういう感じとあの選手村に入ってて、ええ、各国の選手たちクラブあの国の動きだとかっていうのを肌で感じてたわけですよ、ええはい、あの南アフリカにあれでねものすごい身近に感じるようになりますよ、ね、<ー>身近に本当に今回のカタールはどうですかね森康さんの日本代表は、うん あの日本なんであれ監督の名前言うのかよ,よくわかんないんだけど。え<っ>あ、岡田ジャパンとか、うん、か森安ジャパンとか。そういうもんじゃないと思うんだけど。え<っ>あのー、要するに日本のね、その、シーズン性を変えないとダメだと世界と合わせなきゃ世界と戦えるようにならないよって言ったのに対して、え えー、全く J リーグの方がノーという回答だったときに、はい、ああ、分かったと、選手全部出すとヨーロッパに、うん、優秀な選手は、え<っ>その選手だけで代表組めはいいんだから、日本で J リーグがどんな田舎シーズンでやったって、俺はもう関係ないと、はい、全部出すから。え ヨーロッパを回っっててて歩いて日本選手を取ってくれそれが今ああいうふうになっててところ今ゆるかいさんのその話を聞いていてねこのオン YouTube で、えー、今この動画見ている方の気持ちにストーンと押したと思うんですけどよく、えー、サポーターが言うのは「なぜ J リーグで活躍している選手を代表監督は選ばないんだ」全部海外でやっている選手ばかりじゃないかと」とそういう話をするんですが。 今のでストンと落ちましたよね。うん、だってその目標で海外出したんですから。そうですね。俺も当然の帰結だってことですよね。それと、やっぱりあっちのサッカーに、もう体が慣れてるっていうのと。はい、日本の J リーグのレベルで体が慣れてるのと。若干僕は違うと思う。うん、えー。強さが。はい、うん。体なんかの強さが。瞬間的な。えー 判断力とか、ちょっと違うような気がして、それが、ずいぶん身についてる日本の選手が出てきてるんで、い。あの、いいかなって思ってるんですよね、はい。だから今の犬飼さんの話聞いていて、え、その前の大会のロシアワールドカップ、私も行きましたが、で、決勝トーナメントでベルギーと戦った時に、原口元気がシュート決めましたよね。あとあの時は犬今決めましたか。 で、あれ見ていると、今の話の通りですよね。彼らは、あの激戦のヨーロッパの舞台で戦ってきたことはそのまま、あの、ロシアのベルギー戦に出たわけですよね。うん、これ、J リーグで戦っていたらどうなんだってことを私は言ってるわけじゃなくて、今お話になったものは全部積み重なって出たってことですよね。それは最後に あの、小ん君とき、なんでみんな行っちゃったのあれはもうサッカー、本当の、あの、本場のサッカーやってたら、残ってますよ。バックスは当然、一人は必ず残して、守るっていうのは原則ですよね。あれ全部行っちゃったでしょそうでしたね。あの辺がね、日本の、まだ、稚拙なという感じですよね。伊くさん。はい。今回の、 代表チームはどうですか僕はね、なんとなくムズムズしてるというか、うんうん、勝ちゲームが出てくるなという感じですね、<え>ただグループがですねドイツとコスタリカとスペインですよね、うん、ね予選リーグね、<え>で日本はです、ねまあ、コスタリカは中米ですけども、ヨーロッパの強いチーム2つと当たるんですが、この間のアメリカのね、はい、えとの強化試合、完勝<え>しましたがとと、はい、いうことはアメリカの タイプというのは、どちらかというとヨーロッパタイプなんですよね、選手の能力よりも組織、はい、チームで戦うと、うん、そうするとドイツとかスペイン、まあ、スペインは少し個人がありますけども、なんとなくですね、こその個人技の南米だと対処できないところがあるけども、チームで戦うということになると、ですねやれるんじゃないかなと、うん、ただし僕は条件がありますなんですでかロシアにワールドカップ出たやつはもう外せと。 ただし2人だけ、えー、キャプテンの吉田と、それからキーパーの権田、はい、これだけ残して、あとは全部外して、え<っ>若手と中堅どころで行った方がいいチームができると。いいチームができるし、できます結果も出ると思います,いますよ。それはですね、はい、ヨーロッパに行ってる連中ですよ、若い連中が。はいはい、これらがね、相当やると思います。 でこの間でも、あのー、アメリカの試合の時でも、<っ>中盤の森田なんてのは最高ですよ、はい、えそれから、まあ、使い方によったら三笘ね、うんあ、入れますよ、点数を。ということで、この若いやつの方が、年寄りっていうか、ベテランという、そのロシアの経験したやつよりも、ですね僕は、はいあのー、躍動感があるし、<っ>から企画力といいますか、アイデアっていうものが。 局面においてかなり出せますね,うんねそんなことでね、まあ、森保がどういうメンバー使ってやるか楽しみなんですけども私はメンバーを間違えなかったら面白いゲームするんじゃないかなと。どうしますかね、うん、森保はそんな話を後輩には一言はないんですかいや、ね、大後輩になりますよ、ねあのー。森保と二人で飯食ったんですけども、うん、その時に「おいどうか?」って言ったら「いい組み合わせです」と「うん、一番いいところへ入りました」って言って、うん、それは何かっていうと。 まあ、勝ち負けは別としても、真剣勝負で、世界のトップチームとやれるわけでね。で、その時に、将来の日本のサッカーはどうしたらいいかってことの答えが、サッカー協会としたら出せるような気がするんですよ。出さないと、協会の技術委員会はみんな首だな<ー>、ええ。これだけいいチャンスはないですよ。 日本のサッカーがこれからどうすればいいかということのです、ね、答えを出せるその問題点はどこにあって、うん、どういう答えを導き出せば、将来に明るい見通しが立つんですかそれ一つはやはり個人技ですよね、はい、えこれの能力をどう上げるかということと、うんうん、それから日本人の戦術。はい これは、まあ、オシムがかなり力力説して、<っ>日本人には日本のサッカーっていうのはあるはずだと、はい、それが、えー、何年後には追いつこうなんて言ったら、追いつこうと思って追いついたら、もうそのところはいっちゃうよと、それよりも独自の日本のサッカーっていうのを作りなさいよということを、はい、あの日本へ来た時は話してましたよね、えー、それが答えとして今回出せるという気がします。おお井上さん、今の伊夫さんの話聞いていて、うえどうですか、まあ、そうだと思いますよ。すると 私は今もうほとんどヨーロッパのゲーム見てるんですけど、はいあのー、日本人の足りないとこ、はい、あのリバプールがなんで勝ってるってあれコーナーキックででかいやつが一発入れて勝つだけなんで <laughs> 日本はあんなのいないんですよ。うんうん、でああいうところとやったら入れられちゃうんですよ。はい、だからああいううところをどう補填 保管していくのかっていうのが攻めも守りも日本の大きな問題だと思いますよ体力でも身長で明らかにも下がってジャンプ力でも下がるから上からドーンといった時にどうやって抑えんのという話ですよねその辺の対策を真剣に監督以下考えてんのかな対策があったら教えてもらいたいぐらいだけどその。 あれがね、世界のサッカーだと思います。いざいざとなったら、ああいうところに行きます。なるほどね。うん、ということは、あの、ロシアのベルギー戦で負けた稚拙さそのあたりがどのぐらい、この間に。修正されたかな。それもまた見るのも、今回のワールドカップの見方ですかね。そうですね。で、指導者行ってないからね。え先、4番ああ。あ、なるほど。練習ばっかり行ってるけど、うん、日本の指導者、あの、行ってないでしょはい。 だから、その辺が。これは指導者が言ってないってことはですよ、井上さん。これはその指導者個人の問題なのか、それとも、サッカー協会含めた、日本のサッカーの組織の中で、そういったことが、もう、言って言って遅れているってことですか。もう、似てぐらい遅れてる。似てぐらい遅れて、ね、る。これ似、ね、てぐらい遅れてるっていうのは。選手はね、ええ、お金もらって行くからいいんですよ、行きやすいに。はい。 で指導者っていうのは指導するために教えてもらいに行くわけですよ、はい、逆に言うと、ええええ、そうするとお金がいるんですよ、うん、それは教会が金を出して向こうへ派遣していかなかったら、はい、あの成長しないからですね指導者が、ええ、でそういう手を何にも持ってないから今あ<ー>でしょだからそういうことを戦略的に、うん 強化が今何が足りなくて、はい、どこに金を出さなきゃいけなくて、<い>どうやるんだっていう戦略がないと、いそれはもうつい、ちぐはぐになってきます。うん,うん。私は、あの、犬飼さんが、ウられずの代表の時に、いろいろとお話を伺った中でね、もういまだ頭の中にこぶりついては、離れない言葉、うん、投資と回収。うん、投資して回収する。だから、やみくもに投資するんじゃない。戦略的に投資する。そうすると回収できる。 これでしょそうです、ね、日本サッカー協会にある仕事も。そうですだからどこに、うん、誰にどこへ投資させて、資させて、<え>で、それを回収を待つかっていうのは、大きな協会の仕事なんですよ。う本ん。やってるやつにああ、そうか。それ考えると2点3点遅れている。でも、伊藤さんの先ほどの話だと、今回のワールドカップで日本の進むべきサッカーの道の、 先が見えてくるって話になったんですが、これ、どうですか、ね、いやで今、犬飼さんの、ね、お話の中に、はい、指導者の問題、はい、これは長谷部いうのが出てきましたんうん。これが今ね、もう一つ森保の後の引き継ぎがあって、えー、間は、ね、はリリーフがあって、はい、長谷部を日本に呼んでというようなことが、作家協会として絵が描かれてれば、えー、人材はそろそろ指導者も出てきたかなと。 日本のサッカー協会は何も考えてないし、<laughs> あの、ドイツの方はもう長谷部で絵描いてます。はい、そうなんだよな。だから逆に向こうが描いちゃってる。ハ長谷部を使うということでね。犬飼、ね、さん、質問。ドイツって私はサッカーについて大変にプライドが高い国だと思ってるんですね。いい意味で。それが日本人の長谷部を絶大に 評価してるっていうのは、単なるプレイヤーとしての長谷部誠じゃないでしょ<や>ど、どこをもう練習から、もう全部練習態度から、あ普段のね、それからプレイの組み立て方だとか、うん、仲間への指導力だとか、ゲームでの、はい、その全部見て評価で、日本人だ、ドイツ人だなんて枠は、あ<ー>まあサッカーもう全部取っ払ってますからね。 その中で長谷部に勝てるやつは今フランクフルトにはいないと、うんね、だから長谷部残ってくれっつってるわけですよはいでこの間長谷部とちょっと電話で話したんだけど「お前ダメだよ日本帰ってこなきゃ」って日本でそんなこと言ってる、うん、<laughs> 人一人もいないし、はい、ねえドイツでいっぱいそういう言わ今言われてるで、はい、ということなんですデイコさん 教会の、ねうんえー、犬飼さんが一番内部知ってますから、<っ>教会がそういうことまでの,この長期、経営方針というところに、<っ>なんて言ってもいいチームを作るってことがすべてですからね、うんうん、そうすると、今のお話の中に、いい指導者っていうのが誰かと言ったときに、はいまあ、日本人ということであれば、はい、僕は長谷部っていうのをです、ね、<っ>何が何でも教会が連れて帰ってくると。 いうぐらいのことを考えて進めた方が、選手はヨーロッパへ二十数人出てるわけで、1チームできるわけですからね、それをまとめ、束ねて、世界に通用する指導とチーム作りっていうのは、日本人の中にも長谷部というのが出てきたわけだから、ぜひ連れて帰ってほしいなと思いますねだから、長谷部誠がもし日本に帰ってくる決断をするんだったら、 それなりの準備をして、ハセベがどういうふうにドイツを中心としてヨーロッパで得たサッカーを日本に根付かせるかっていうような家を作ってやんなきゃいけませんねうん。僕は彼は、彼の性格から言うと、やっぱりそういうきちっとした日本のサッカーにビジョンがあって、うん、その中に自分が果たさなきゃいけないことはどういうことだよって。 それが日本のサッカー界にどれだけの広がりをうんね、はい、ね、もたらすんだと。で、自分の役割はどうなんだと。うん、あで、自分をどういうふうにトップはあの信頼してんだと。そういうところがきちっとなかったら彼は動かないから。はいはい、ところがそんなことを言えるやついないでしょうん少なくとも。 松尾さんやらなきゃ <laughs> <laughs> いや、犬飼さんより先輩ですから、私は、だからね、年ットだからもうダメだめだ <laughs>、まあ、ただ、ええ、犬飼さんの言ってることは、はい、正論でしょうなそれができれば、日本のサッカー界って変わるんじゃないですか。と思いますよね、だからあの、指導者の話になっちゃうんですけども、うん、今まで外国から来た指導者、数多く、はい、おりますよ、J リーグ単独チームとかね、そから代表チームにも頼んでるんです。うん だけどもですね、成功したのはクラーマーとオシムだけですよ私あの、クラーマーさんは本でしかわ、うん、からないんですね。うん、オシムさんはもうわかりますが、うん、というのは、お二方とも、日本人に合うサッカーは何だろうってことを考えてくれた。で、当時、我々クラーマーに教えてもらったとは基礎技術は全くない。 基礎戦術だから今度はオシムが来たら、それもできてきて、ジェフへ入ったら、うんうん、この選手たちにはどういう指導、サッカーをさせたらいいのかっていうことで、練習の中から日本人に合う練習方法を作り出して、うん、ジェフを、えー、カップ戦で勝たせたと、はい、いうことのですね、うん、日本人のっていう部分の指導、はい、それがこの2人しかできなかったと。だから今度はは逆にハサベは、えー、日本で育って 向こう行って学んだわけですから、日本人っていうものをよく知ってますわね、うんうん、そりそうしたら日本人に合うサッカーっていうのを彼が一番教えられるから、僕はいいんじゃないのかなと、ただし、えー、フランクフルトで7年ぐらいのなんか契約、うん、それをそうそう日本協会が連れて帰ってこれるから。 <laughs> 犬飼いさんだったら連れてきますよ、相手の会長に会ってですね、開成、うん、っていうことを平気で言うと、うん。で、長谷部にも言うでしょう、えー、そして長谷部がどういう家の中で日本のサッカーを作り上げるかっていう、えー、家も犬飼いさんだったら私は用意すると思うんですよ。ららこれは一つの投資ですから。 大野さんのう家っていうのは、サッカー知らない方は、ハウスと思持ちだからじゃなくて、家というのは、チームということでそうです、そうです、そうです、そうです。で、あとは回収すれば。回収はお客さん入りますよ。うねでもこれは日本代表監督もさることながら、J リーグできて30年なんですが、この30年間に、J リーグの中で評価される監督というと、 必ず外国人監督の名前が上がってくるでしょう。まあトップはオシムさんですが。なかなか日本人の監督で成功して評価されているっていう監督が指導者としてこうクローズアップされてこないのはなぜなんですかね。これはまた同じですか、うん、それはですね、ええ、俺のサッカーはこうだっていうことにはめて勝ってる。日本人のためにこういうサッカーをしてるっていうのはないから。なるほど。で今成功してるのがサンフレッチェ。 ドイツのね、ドイツ代表のコーチをやってたらしいんですよ、それでね、何が一番素晴らしいかって言ったら、選手の分析をして、この選手たちにどういうサッカーをさせたらいいかっていうんで、すねコロナで来るのが遅れてたんだけど、来たら、ガゼん、サンフレッチェが、天皇杯も決勝ですが、それからカップ戦の、そうです、ジェニューカップも決勝、あれも決勝出てましたからね優勝も届か、届かないかっていう。ことです うんええ、俺はねあの、このドイツ人は素晴らしいこれはスキッベ監督の戦術に選手が合わせるのではなくて、一人一人の分析の中から、日本人に合ったサッカーをやってるから答えが出てるってこと、ええ、ただし、基本戦術というのは持ってるらしいんですよ、うんね、例えばクロスボールというものはどういうふうに上げろとか、その時に中のものはどう動け,か動けばいいかっていうようなことはある。はいうん、でももそれよりも この選手たちがどういうサッカーをさせたら勝ち水軍になるかっていうことの指導、うんはい、それがテしてるらしい。へ<ー>、うん、これ、ね、かなりいいかもしれませんよ。ウェラレスがね、後天パに負けたんですね。はあ、だからね、今の話聞いていると、もう来年も手も足もってねえんじゃねえかなと。 関係者から関係者っていうかチームを作ってるやつからああ、はい、今朝聞いてきたことだからあそうなんだこれ一番怒ったじゃないですか一番正しいと思います<ー>犬飼さんはそのドイツの指導者が全員素晴らしいという、えー、感覚じゃないと思うんですけど、うん、でも結局ドイツっていう話が常に出てきますよね今の話でもうんい近いからね日本のサッカーと<え>日本のサッカーと近いからドイツ そうで早い交流とかね、そういうのも含めて、ように今だって、ブンデスリーガに全部行ってるでしょ、長谷部も行ってるわ、スツガルトなんかね、鎌田もいるし、彼が中心になるんじゃないかと言われてますけど、ねフランクルト2、3日前のチャンピオンズリーグのトッテナムとフランクルトの試合、見ましたい見てなです もう、ハセベが、もう、あそれはあのね、<laughs> は,はい、はい、はい、配信記事で読みました。まだ、ハセベがっていう、私、感じがしましたよ。すごいなあと思って。すごかったよ。 見ててね、<ー>なんだこれ、早くもう代表に呼んで、代表<ー>で真ん中やらせなきゃダメじゃん <laughs> いや、思います見てて、見て,ていやもだから、26人発表になるわけですね、<ー>11月に、<ー>その時長谷部の名前、どうしたんだって言いたくなるぐらいですよ。<laughs> そこでもし、森保さんがですよ、その中に長谷部のことを入れ込んだら、どうしますいやもうあれでで自分がやめる気でないから<ー> 本人が。ドンがブ入れるってことは自分が辞める気でなきゃ。ドンセブ入ったらいらねえもん、森山。ざんだな、しかし。うじゃいや、話はね、そのドイツと日本のサッカーシーンの今、その指導者としてのね。だから犬川さんが代表の時に、義堂を招聘しましたよね。うん、で、そのあたりは私も国名に取材している時だったからよく覚えてるんですけど、義堂はどうだったんですか、うん、もうあんな真面目にね。 いろいろ詰めて、うん、あの考えてた監督はいませんよ。あの選手一人一人の話は、うん、スキッベ監督と似通ってるところありますか今の広島の。一<あ>人の選手の良さをとらまえながら、うん、チームを一つ作っていくと。で義堂も監督初めての経験だと思うんですけれどもそういうところがあったんですかありますて、ね、それであの試合前って毎回ね、うん あのドクターと、はい、それからトレーナーと、うん、それからコーチ監督と、ええ、でのミーティングがあるんですよ。はい、それで怪我してる選手は使いたくないわけですね、うん、あのドクターにだ、ええ、から義堂はこの試合大切であの選手はもう大体治ってるから使いたいと、はい、ドクターはだめだと、うん、今使ったらもうあと壊れちゃったらもうずっと使えなくなるからだめだと。 話がよよくもつらうんですよそうするとね社長室にね「ちょっと来てください」って僕が呼ばれて <laughs>、うん、その後 <laughs> 試合前のミーティングに出て「うん、なんだ」っつって両方の言い,言い分聞いて「義堂ダメっつって「は <laughs> 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 あの選手使わなくても勝ってくれっって」っ、うん。て「<laughs> えっと分かりましたっっ」はい。それ <laughs> で試合やったんです。ということは義堂は義堂で義堂のサッカーに当てはめないところで柔軟に対応できたと結果が出てるんだから。<laughs> もちろん もちろん。しっかりと。いや、だからそれを結果出すと僕は思ってるから、ギドに、あの選手使わなくても、やれるだろう、うん。でもね、ギドだって初めてめ、いや、世界的な名プレイヤーでありますよね。アメリカワールドカップで私見ましたけれども、うん、そういう人でも初めてのコーチでしょ監督でしょそれでもできるわけですよね、うん。できるっていうのは、自分がいろんな監督の下でプレーやってたから。 うん、そ、そんなこと言ったら、日本の選手だって、いろんな監督のもとで、<は>そんないい監督いましたまあ、日本で。まあ、それ言われちゃうとね、<laughs> 私もなんとも言えないんですけど。ギドは、ベッケンバーの影響をかなり受けて、うん、あの、ワールドカップの時のね、はい。ベッケンバーの、が監督の時に、ギドと、あの、アルゼンチンのマラドーナをぶつけて、はい。それでか、勝った、ね、えーえー、監督ですよね。 でかなりベッケンバーの影響を受けてましたよ、議論、はい、の場合は。はい、そういうような監督って、そういう癖があるんだけど、うん、どの監督を使うかっていうのも、だから生意気なことを言うようですけども、サッカーの本筋、<え>これは野球なんかと違って、ですね野球はベンチにいる監督、コーチが、ランナー1塁出たと。 ホームへ入れて迎え入れて1点取りたいっていうときは、先日は全部、指導者でしょ、ね、バンドしろとか、一、はい、球まてとかね、倒れ、えー、しろとか、はい、サッカーはそれはないですよね、えー、ボールを受けるやつがどうしたいかってことを、これがすべてですが、そのボールを受けるやつに、ああそこはこうだなんてことは言えませんから、うん、そこにですね非常にサッカーの本質というものがあるから、えー、本人というものがどういう表現力があるか、大きく言ったら表現力。はい、それを 日本人はということで求める指導者と、うんうん、俺のサッカーはこうだぜ、これに従いっていうのではもう全然違いますから、はい、うん、だからか今、あのブッファルト、ギドですね、はい、彼はやっぱりサッカーの本筋を知ってて、サッカーっていうのは選手の表現力だと、はい、じゃあ、その選手に対してどういうことを指導すればいいかってことで、レッズが、浦和レッズが成功した、はい、彼も結果を出したってことでしょうね。でも メキシコで結局は銅メダル取ったし、うん、それからオシムでもクラブジェフを、うんはい、優勝させた、ええ、で今、ドイツから来てるのが決勝戦に出られてるていうそうですね。いうのがチーム作りの基本で、そこにサッカーとはどういうものかということを理解してるか、してないかということの違い。というとですよ、伊藤さん、うん、J ができて30年、はい、これ、なぜ J リーグができたか、うん、まだ私は記憶に新しいんですけどね、うん、30年経っても。ええ ワールドカップに日本を出すと。そのためにプロ化して、選手が白い削って、レベルを上げていこうと。30年経った。出られるようになりました、ワールドカップ。これいいんです、もう。結果出してるから。でも、その中に、指導者が、J のクラブの中にもなかなか日本人が10日か表す例が少なすぎる。だから、今。これはもう、今の話とずーっと、 少年時代ぐらいまで遡って、サッカーの今、郁夫さんがおっしゃった、サッカーというのはこういうもんだっていうことを学ばせない限り、いい指導者は生まれません。です,ね、ですから、あの犬飼さんがサッカー協会の方針として、日本人の,、ね、その指導者にさせたいというものを海外に勉強させるために、金使ってでも出して、勉強してこいよっていうことが、先ほどちょっと話が出ましたよね。 日本の中では指導者育つのは厳しい。今育ててる最中、あの、富士田ね。あ、藤フ敏ートシさん。トシはい。あれも海外、結局、オランダへ。オランダへ行って。3年か4年行ってるでしょああ。指導者で、監督の勉強。結局は海外。それで戻ってきた。はい。戻ってきたら、やっぱり自分の故郷ですね。 はいはい、あの辺がねもっと <laughs> まあい,いや12連やったら、うん、あの中央へ持ってきて<え>あの使わなきゃダメだなと思って,ってるんですけどああいうのをやっぱり何人かこう。やっぱりダメなんだな結局話がそこに行って J リーグの中から自然にワンシーズン戦っているうちにいい指導者として成長していく。 可能性が極めて少ない、うん、一つはですね、今の指導者っていうのが、サッカーだけの世界で育ってきて、サッカー指導してる、もっと幅広いですね、うん、人生経験とかも含めた中での、ですね、はいはい、その中のサッカーの指導ということができるやつじゃないとダメですがね、サッカーを教える場合に。うん、具体的にどういうことですか。ですから、単なるサッカーということだけ教えるのは、うん、技術と戦術ですね。 文化的な要素も含まれる、ええ、あれは人を育てるということをどうしたらいいんかってことの勉強も必要でしょう、はい、それからえ、まあ、極端な言い方とすれば、ドイツにはドイツのサッカーがあるというのは、あそこはマーチですよ、1、一日3、1、日3のリズムのサッカーです、隣のフランスはシャンソンですよ、技術が中心ので柔らかい、スペインはひょっとしたら闘技部分の感じの、ーカ,ッカーっていくような、イタリアは民のですね 肌、心、そういうものの勉強があった中で、サッカーの指導ということができないと、ですねいいチーム作りは僕はできないと思ってるすごく深い、もうこれはもう、必要ですよだから、昔はですね<え>割と出てきたのがあの、プロがなかったですから、はい、企業に勤めて、企業の教育を受けて、うん、それがサッカーの世界に出てきて指導するってことが多かったです。 今はサッカーの道はざーっと歩んできてサッカーの指導者になってるからその世界だけだから人間を育てるってことができないサッカーしか知らないからサッカーしか知らないかななるほどそうかちゃんとある程度の、えー、歩んできた人生の伏線というかなまあ私はあの裏レズのことしか知らないからレズを中心にしてどうしても話してしまうんだけどあの義堂の時に結果を出したのが犬飼いさんはまあ代表だった ででも井上さんんサッカー一筋じゃないんですよね途中で完全にサッカーから離れてビジネスマンとして、えー、まず、えー、アジアのタイで,でその後はヨーロッパに渡り、えー、いわゆるビジネスマンとしての仕事をやってレーズに戻ってきて代表としてウらレズのチームをつクラブを作り上げていった。やっぱり犬飼さん自分の経験から言うとその経験が生かされましたか サッカー好きなのはよく分かってるんですけど。自覚症状はないけれど、ええ、あのー、サッカーもう関係なくてビジネスで、タイに駐在してたら、ええ、J リーグってできたんですよね。はい、日本で、はいお。日本でプロサッカー、サッカーで飯食えるように、ん、日本はもうなったんだって思ったんですよ、タイで。一つの考えですね。考えで、え、す。サッカーが。ええええ プロ化したんだ、なんて思って、タイにで、タイにもう10年以上僕いましたからね。はい、それであんまりたまに新聞読んで、っていう感じでいましたからね。はい、それで帰ってきた後、あ今度はヨーロッパ行って、ね、はい、で、ヨーロッパ行ったら、あの、アムステルダムに僕は今日構えて,て、はい、そしたら車で10分ぐらい行ったところがアヤックスの、あの、はい。ね。スタジアムで。はい そこに事務所もあってちょっと自動車メーカーのスポンサー探してんだけどってアックスから話があったから <laughs> これはいいなと思って、ね、なる三菱がなるっつってええへへなって僕はもうアックスで出入り自由になったんですよ、うん、どこも、ええ、事務所からスタジアムから、はい、選手のロッカールームか何かねそれでもうしょっちゅうねあの仕事なんか僕 ヨーロッパの社長なんていたっていなくたって行政関係ない、ね、<laughs> でも部下を働かしてそうそれでアヤックス入り浸りで<え>あそこの何が大切なのとサッカーは育成ですよ、ねうん、でこの間亡くなっちゃったけどあのヨハン・クライフ、はい、クライフさんと話して時に何が大切だと思うって言って。<laughs> 育成、うん、絶対育成だよっていう話をクライフさんしてね、はい、でやっぱり教育がサッカーってサッカーをやる子供たちへの教育も必要だと、うん、人間としてのでそれのバランスを取りながらやらなきゃダメなんですよってクライフさんが言っててそうですねってそれで僕の出身のあの 会社が今プロチーム持ってるんだけどクラブさんは今何もやってないからそこの監督やってくださいって真面目な人で家ちに帰ってあの女房とか相談するす <laughs> <laughs> そしたらペースメーカー入っててその時はもう心臓にで奥さんが「ダメって言われたっつって23日したら二三日からやっぱりダメだって真面目な人なんですよ、うん。でやっっぱり女房と相談したけどだってんでねあの時 彼が来てくれてたらレッツ少しはま友達かなと思うんだけど、<laughs> そういう世界の中でサッカーをずっと見てきたんですよだからあのー、参考になるところはすごくいっぱいありましたよね。なるほどね。だからいわゆるサッカーのあの日本サッカーリーグ J リーグができたら J リーグっていう一直線に歩んでこなかったその道が一つのあの時の結果として出たと言っても。 ちょっとね、またその先ほど、大、えーえー、野さんが文化論の話したじゃないですか、はいえー、一つだけ言えるのは、例えばブラジル、えー、あそこの国民がですね4年間働いた金を、1ヶ月のワールドカップに応援に行って、全部使いこなしちゃうと、はいえーで、それは何かっていうと、ブラジル人というものが表現するサッカーっていうものは、自分たちの生き方を表現してると、はいうん、人間そのもの。 それを応援すると、うんね、だから勝ったら、ええ、世界を制したのは俺らの文化、うん、ブラジル人の考え方っていうのが世界を制したってうんで、喜ぶわけですね。それで、僕がスペインの時82年に行ったときには、うん、たまたまあのブラジルが負けたんですよ、その時に32人か、うん、自殺者が出たって新聞に出たぐらいでね、要するに、彼らはサッカーの選手たちが、 ブラジル人っていうものも表現をしてくれる、うん、その文化っていうものが勝ったんだっていうんで、喜ぶ、はい、負ければ悲しむというね、はいはい、そこがサッカーで表現する、だからあのブラジルの選手は代表選手になったことをものすごく誇りに思ってますよ、うんセルソンということで,です、ね、えー、もう見方が違ってくるわけだからねあの、サッカーの選手同士でも代表になったやつを見るときには、もう先輩のところ挨拶い行くようなもんですよね。そういういことで つまりサッカーの,このプレーで出てくるものっていうのはその人間の表現だからブラジルが勝った時はブラジルの人間が世界をその考え方で制したと言ってみんなで喜ぶっていうことなんですねドイツはドイツのサッカーっていうのがあると、うん、まあそんなことでこれから日本っていうのがいよいよ日本のサッカーってなんだっていうことをですね作る時代が。 今回のワールドカップで来るんじゃないかとこう思ってる、ねうん、なるほどねこれ一中一過ぎにはできないと思うんですけどでも放っておけば ずっとできませんから、うん、だから、えー、結局は井上さんが言ってる分の、<っ>日本のことだけじゃ分かりませんよと、はい、世界も知っといて、なおかつ日本人ってのはどうすればいいんかってことですよね、はいはい、だから僕が言うのは、ううね、長谷部なんとかしろって,って <laughs> もう長谷部大名人にすがりつくしかないという、極端な言葉を言うと、<laughs> <あ> J リーグ30年は非常に貧困だなと、私なんか思ってしまうんですが。い ことになってんで、ええ、あの、言ってきますよ。松本さんが、うん、お前、日本に来てやらなきゃいけないって。言ってようそう、義務、義務だって。俺はそう思わないけど。<laughs> いや、もう、今の日本の指導者からするとですね、ええ、ちょうどいい年齢になるのよね。うん、やめたがろう。あのー、松本さん、今犬飼いさんから育成の話だったでしょう。はい、で、松本さんも育成年代の面倒も見たじゃないですか。ええ、で、日本のこの育成から始まる、サッカーの道。 これについて J リーグ30年の経過の中で、当然ながら進歩してるところあると思うんですが。J リーグのやってる構想、はい、やっぱり下から育てるってことが、非常に今、<っ>出てると思いますでかなりね、それについてはね、あのー、サッカー協会の会長だった時の犬飼さん、うん、先ほどの,あの南アフリカワールドカップの言葉ありが華やかだから伝えられるんだけれども、私はもう間近に見ていたが、えー、非常に育成については強い。 発信をしてましたよね。いや、それはね、あの、サッカー協会の中で。犬飼さんが、サッカーを知ってるから。それでまた見てるからね。企画力があるのよ。頭がいい、この人は。何をしたらいいかってことをバチッと捕まえる。そこで、この方は逆に言ったらサッカー協会の人材だったんです。僕はものすごくだから崇拝してますが。なんで辞めたんだってこうなるんですか。 まあ、その話はこちらに置いといて。で、その、いわゆるクラブの育成とともにもう一つ、えこの間、渋い出ていたんですが、え確か三笘と、え、権田修一は、えー、いわゆる、スポーツ少年団の、なんか先輩後輩みたいですね。ですから、あの、スポーツ少年団っていう存在も、とても大きいですよね。うん、れれだって、二人の代表選手を、今、 生み出してるわけでしょあもう一人いたら誰だったか忘れたあのスポーツ少年団は、ええ、実は日本サッカー協会のノズ・ユズルというですね、ええ、我々の代表チームの時のサッカー協会の会長この方がスポーツ少年団を作ったそれはドイツから学んできた、うん、おーだからそのあたりのことも全部含めて の広げていくとそこにもまた指導者っていうのは必要になってくるわけでしょうでうで指導者がまた勢力争いするんですよ日本の場合ね。<laughs> それであの海外見てるとあの僕がヨーロッパいる頃から何十年か前には、はい、フランスはね6歳から六、はい、歳から育成、はい、であのサッカー協会の人が集めていろんな教育を始めたの、はい、6歳からと 今何歳からだと思います ?4 歳。2歳。2>, 2歳 !2 歳。で、<ぁ>その頃からやらないとダメだと。人間としてですよ。はい、人間として教育して、それにサッカーやらせんだっていう、うん、その指導がね、うんうん、僕がいた時からね、5歳になって、4歳になって、3歳になって、2歳になって、もっと若くなきゃダメなんだっていうね、うん、そういうことがフランスの、その、サッカー界っていうか、スポーツ界っていうか、うん で共通認識されているとそういうふうに今実行しつつあるんだうんなるほどね2歳か日本の場合は何歳ただねあの子歳もねスタートさせたところからサッカーだけじゃですよてのことからいやサッカーじゃなくて育成もう全てそれを育て上げるっていう。 のは今から、二歳、ええ、からね、できてんの、うんで。そういうプログラムをちゃんと作って、全土でこう始めてるわけですよ。うん今ね、フランスもね、あのー、アフリカ系の選手が随分入ってきてるんですよ。教育がね、かなり効いてきてるんだと思うんですよね。だからそう彼らがね、非常にスマートに、 あのいい作家やってんですよ、はい、昨日なんかのチャンピオンズリーグ見てもそうなんだけど<ー>そのねああいうのが将来生きてくんだろうなと思って日本の場合には島国で、うん、もう1か国語でもう教えやすい環境にあるんだから、うん、もう少しなんか育成そのもののシステムとかね、うん、やり方とかで日本人僕は頭いいと思うんですよ。うん、だから うんと後から始めたっていいと思うんだけど、うん、そのどういうことをやったらいいんだとか、はい、人間としてどういうところが足,、うん、足りないんだとかちょっとねあのー、スコットランドでやってる日本人の選手でもちょっとちょっと残念なマナーがあったりね、うんうん、そうするとああいうのはやっぱりちょっ と出ても日本のサッカー界はそういうレベルなんだって言われるような私なんかが実際体験したクラマーですねサッカーの指導者であり教育者であり心理学者でありまあその他のこと全部、うん、それを一番必要な時に教えると。 で僕らなんか、多分日本代表でですねサッカーの歴史を教えてもらったなだったらクラマーだ,とだけだと思いますよ、サッカーはこういうところから生まれて、こういう変遷があったと、システムもこう変わったっての代表チームで、ですねそれ、抗議してくれましたよ、うんうん、そのくらいのことをやっぱりやりながら、だけども、今度は現場に出た時には心理学。はい ええ、この選手にはどういう言葉を使ったらいいかとかっていうことでの使い方、はい、怒ればいいか褒めればいいか、うん、あるいは日常生活24時間では、今度はやはり人間的なもののですね、うん、それがやっぱり幅広い、あのー、指導者のね、僕は会長の時に、押野さんが監督で、うんうん、ヨーロッパ合宿行ったんですよ。はい、で合宿行先で スイスとオーストリート、うん、日本であの試合やろうといことになって、はい、それ言ったらオシムさんが「あのー、この近くに倉間さんいいんですよ」とか「い,るいますよ」って「日本の試合に呼んでいいですかね」と「あもうぜひ呼んでくれ」ってオシムさんが言うから倉間、うん、さんにも電話して「<ー>それでぜひ来てください」って言ったら「<ー>いやー嬉しいねー」うん、あの日本代表が見れるんだ」ってって、うん、あのー「 ぜひ行きますって言うから、おしさんに、もう喜んでくるって言ってましたけああ、嬉しいねって、ぜひ会いたいって言ってたら、大雪で高速が止まっちゃって、ダメだって、残念って電話かかってきたんです、ね <laughs> えー、だからあれが、それが最後だった。あなるほどね。あ残念、ものもすごい残念だった。うん、で、今、伊夫さんと犬飼さんの話聞いていてね、その育成のことで、これも私、あの、レズ取材していて、記憶に残る一言なんですけどね。 えー、まだ井上さんがヨーロッパでビジネスマンで活躍している頃井上さんと、えー、同期の横山健三さんがウラレズの中心としてやっていてなかなかレッズのユースからトップチームに上がってくる選手がいないと、うん、でもうベルティなんか次から次にもう本当に湧くように上がってくる、うん、で私はもう率直に、えー、健三さんに、えー「ユースから育ってこないっていうのは」 えー、間違った育て方をしているんじゃないかなと思うんですが率直に言って「賢三さんどうでしょう?」っつったら「小、はあ、野さん俺は有数世代のあの高校生にサッカー上手くなるだけのことは教えていないんだ」はあ、人間として今後どういうふうに生きていくかを含めて育成しているから長い目で見てくれ <laughs> って言われたんですよ。 だから今、2人が話していることと共通するでしょサッカーだけのボーナスいがうまいとか、そういうようなことじゃない育て方もしてるんだ。具体的にどういうことをしてるのか、えー、説明はありませんでしたけど、多分あの人も深い人なんで、そのあたりも全部含めて、子供たちに対応していたんじゃないですかね。ただあれですわね。 スタートするのがもう十いくつからですよ、ええ、先ほど、犬ルさんザーのは2歳から、2歳から <laughs> 教えられる指導者ということ,と、はい、それが、まあ、エスカレーターに乗せればいいんでしょうからね、ええ、A というところから B の指導者へ行く、B から C ということでですね、乗せていけばいいと思いますけども、やっぱり年齢が2歳までってことになったときには、これ、非常に重要な指導だよね。うんそれは相当な 覚悟を持って、はいそう、それでいろんなライセンスをやっぱり必要としてるんですよね。すよねそういうね、教育者の教育も、セットでこう、う、ま、こう進めてるんだと思うんですよ。はい、オランダでも4歳からかな、はい、あの5歳からかな、だからスタートするっていうのも、そういう小さい、年の少ない人、うん、子供を教える人ほど偉いんですよ。 うん、だから U−12 なんていうのなるほどなんていうのはもうギャンギャン文句言われながら<ー>監督やってるぐらいのレベルなんです<ー>そのちっちゃい子を教える人ほど重要性が高いっ高いう。それはね小野<ー>さんねサッカーの世界レフリーっていうのがいいじゃないですか、はい、審判、はい、これはですね サッカーを始めた子供のところで正しい笛吹けるのが一番上手いのね<ー> <laughs> 大人になってですね正当派の<え>このジャッジするなんて優しいんです子供の一番今始まったこのサッカーの試合やらせたときにちゃんとした笛が吹けるかどうかっていうのが一番偉いのそれ同じじゃないですかそういうことです難しいですよね<ー>ほら絶対自信がないだから今の二人の話聞いてると 伊藤、えー、さんは今度のカタールワールドカップが日本のこれからのどういうサッカーをやっていくんだという一つの大きな転換期になるというお話だったんですが組織自体がピラミッドで考えるとピラミッドの一番下の支える部分だからそれが日本の場合2歳というわけにいかないんでしょうけれども大体6歳から7歳ぐらい小学校1年入ったかどうかぐらいから始めると思うんですけどそこの部分をしっかりと指導者を育成していかないと。 今伊子さんがおっしゃった転換期でちょっとした光が見えてもまたスーッと消える可能性もありますよね。ですね。それと松本さん僕もう本当に声を枯らしているんだけど通じ,通じないんだけどその選手があれだけ2何人ヨーロッパに行っててそこを選ぶのに監督日本にいるんですよね。J リーグの試合見たりって,歩いてんの。ただね今回はね。うん いや,今回やっとですよもうやっともう1か月半ぐらい行ってるわワールドカップの存在になったから,でからでその前に選手を選ぶ時にもういろんなクラブ行って日本の選手がやってるところの監督なんかと話をしてねあの選手のどこがいいのどこが悪いのどういう見方してるんですかっていうようなことをしょっちゅう,もう通訳連れてでもいいですよ。うんうん 聞いて回るような環境を作って、うん、しょっちゅうあの監督がヨーロッパにいて、うん、で目で見て耳で聞いてっていう環境を作ってあげないとダメだいやそりゃそうですだからね例えばクラーマーとオシムどのレベルの方とも話ができる例えば総理大臣天皇陛下うん、うん、こんなこと言ったら失礼だけども、うん、やっぱりそれだけ人間の幅が違う、うん、えいい指導者ってなあの これ僕はもう本当に知らないんですけど野村克也、はい、あの方あの、中国の古典ということにものすごく幅広く勉強されて、で選手の再生工場っ,って、出つぶれた選手をもう一回立ち直すとかって言って、かなり著名な方で,で、実際にチームを持たせれば勝たせてる、うん、あの辺でこう外から見てると、あの方ってのはやっぱりその癖はあるかもしれないけども、なんとなく。 人間の幅っってていうか野球だけじじゃねえなっていう感私も、ねねええ、野村さんにはそんなに深く取材したことないんですけどただ周辺から聞くとそういったさまざまな知識の分野の広さ、うん、それから戦術それから先ほど倉間さんは心理学もやったとだからその心理学も多分野村さんは自然に身についてると思うんですが、うん、もう一つ情ああものすごく情がああ深いんじゃなくて情がある。 これはあの名当主私大好きな今でも好きな江夏豊さんがお話ししてましたけど彼が一度犯罪を犯してその時に江夏さんの周りから親しく付き合っていた方がみんなバーッと離れたでも野村さんだけは全く前の江夏豊と変わらない同じ 付き合い方をしてくれたと私はそれは一つの野村さんの最後の決め手の女王これが今ヤクルトの高津監督にもこうつながってきてるのかなとクラーマーが僕らに言った,時言,った言葉の中で今勝ったと勝った時はみんなで、ね、うわーっとみんなが寄ってきて選手を褒めるってだけども一番いい友達っていうのは負けた時に来てくれる友達だからなっていうことを教え,た教えられましたうーん。 勝ったときなんか誰でも来るって。だから負けたときに来るのが本当の友達だってこういう言葉を言ったことがあります。そこまでいかなくてもですよ。うん、そこまでいかなくても新たな指導者が生まれれば、伊 k さんが冒頭でおっしゃったカタールワールドカップで日本のこの先のサッカーが見られるかもしれない。その転換期をさらに推し進める推進力になるから。 結局、井上さんがおっしゃっていたように、育成世代をどう育てるかで、チャンスがあれば、海外に目を向けるような投資をサッカー協会がすれば、はい、今後大きく変わる可能性あるってことですよね。難しいことですかそれはあれじゃないですか、難しくない。 犬飼さん、もう一回会長やらせれば。簡単じゃないですかね。ここに言いますよね。まあね、犬飼さんがね、もしもう一回サッカー協会会長になればですよ、長谷部誠の心も動くと思うんですがね。あと10年は犬飼さん生きられるでしょう。大丈夫でしょう。お母様、長生きしましたそのうちを受け継いでますから。まあ、それはそれとして、一番最後に、これは少々お遊びのような感じで。 えー、犬飼さん、はい、今回のカタールワールドカップ、日本代表、まあ、えー、メンバーまだ26人発表になっていませんが、一応、犬飼さんの頭の中で、ドイツ、コスタリカ、スペイン、この参戦をどのように予測しますかど,<う>どうのように予測っていうか、相手も若いからね、今度、うん、スペインのね、最近のスペイン見ても、若いのみんな、はい、そからドイツも若いの。<え>だから 日本と平均年齢日本も若いからな、うん、あんまり変わらないんじゃないですか、ねうんうん、いつもドイツなんかのベテランがピッたくいてね、はいあのー、スペインもそうだけど、あのー、そういうのにちょろちょろっとごまかされて負けるっていうサッカーが結構あったんだけど、はい、日本の場合今度は結構年齢的に似てるんでね<え>、あのー 戦い方によっては面白いかなって思うんですよね。僕、うんうん、は行くんですけどね。えワールドカップ。行くの行くの。ドーハまで。えどうあるいやカタールまで。カタールまで。で、それもね、今言った日本があのグループの中から出てって、準決勝へ来るっていうことで、準決勝2試合の切符取ったよ。 リコウさん、僕も生きできるじゃないですか。僕じゃあそうやってただ元気じゃないですか。イヌ貝さん予選も見るの？予選見ない。僕は予選の三つを応援しますが、日本、ドイツ、日本、コスタリカ、日本、スペイン。ね、それでイヌ貝さんにバトンタッチして帰ります。で、リコウさんの予想はドイツ、コスタリカです。日本人とすればですね、勝ってほしいですがね。まあ選ばれる選手によって違うからね。ただね今回は。 多分日本の選手も相手のチーム、うん、ドイツとスペインの選手はよく知ってると思います。はい、向こうも知ってますよ。あ<ー>その中でどんな戦いをするかっていうのが今度は監,監督の仕事だ。うん、すっごい研究されてるからねなるほどね、だってヨーロッパでやってるんだもんね、彼らはね。個人もこいつはどういうやつだとか、全部知っ,もう知ってますがね。日本の選手の相手相を知ってる、うん、ただしじゃあ 11年でやるときにどういう監督がサッカーをさせるのかと、うん、それとどの選手を使うのかっていうことが一つのポイントになるんじゃないのかなと。一人だけ、伊藤さん、この選手を今回のカタールではテレビで見ていると面白いよっていう選手、一人ちょっとおっしゃんはうん僕は伊伊藤藤私はなんかね サッカー詳しくないですけどねあのヒーローになるのは同案率じゃないかなって選ばれればだ<う>から彼には前々から何かそういうちょっと驚かせるような色を持ってる選手だなと思ってただね同案はかなり分析されて左足のねまあ右,足右サイドなんだけど左足で内側に入ってきますがあれは多分全部分析されてるそれともう一つは スタメンで出るってことが、一つ、やっぱり伊藤が先に出て、堂、ね、安のリリーフということになるような気がするんで、はあ、でも小野さんの見方はそら、ね、ひょっとしたら勝ち越し点入れるとかってことある可能性はある、うん、今、途中で取り下げようかと思いましたけれども、最後の最後の言葉で、堂 <laughs> 安推しでいきたいなと思っております。いやいやともかくね、もうまもなくなんで、はい、語るワールドカップをもう堪能したいと思います。はい、今日はレジェンドの二人ありがとうございました ありがとうございました,ましたチャンネル登録よろしくね